見える開花メルマラ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大介です。皆さんいかがお過ごしでしょうか今日はですね、この亡くなった方はあなたの中で生きていると。自分の中にですね、この亡くなった方は生きてますよというところのお話に入っていきます。そちらをですね、えー、量子力学、素粒子の側で見たらどういうことかというところです。亡くなった方はあなたの中で生きているのお話です。 亡くなった方が自分の中、あなたの中で生きてますよと言われると、まあそういうもんなのかなっていうね、あのそうすると、そう思った方がいいよみたいな感じによく聞いているかと思います。この部分、どうなってるのかなんですが、今ですね、もう退職されてますが、東大名誉教授のですね、東大病院の救急治療部の部長さんだった矢作直樹先生がですね、肉体から抜けた目に見えない存在は、私たちの住むこの世界とは別の世界で、 自在に生き続けます人は死なないということはそういうことです。私たちが今回の人生で与えられたこの肉体を脱ぎ捨てて、元いた場所へ帰る、それが死ぬということの真実ですという形で、えー、皆さんがお亡くなりになったその意識はこの三次元世界とは別の世界、ゼロポイントフィールド側で生き続けてますよ、だから死んでませんよと。で肉体から抜けて元いた場所、ゼロポイントフィールドへ戻るというのがそれが 見た目をお亡くなりになったということの本当の意味ですと、ゼロポイントでちゃんと生き続けてますよというふうにおっしゃっています。また、ラズロー博士はですね、個人個人をお互いと区別したり、世界と区別する関係は、ただ単に周波数の違いのグラデーションがあるだけでしかないと。だから、この亡くなった人とか、私たち生きてる人とかは、区別しちゃってるけれどもとか、ね、自分の今生きてる家族とか、 ね、会社の人とかと別々って見てしまってるけど、ただ単に意識の周波数のグラデーションの違いでしかないと。亡くなった方は、ね、例えば、私が9000ヘルツで亡くなったおばあちゃんが1万ヘルツで、9000と1万と違うじゃんってあるんだけど、9000の幅が、いろんな周波数の幅があって、1万の幅もあって、徐々に徐々に徐々に9000から1万にこう繋がってますよということなんですね。で、絵で言うと、例えば、えー、よいしょ。 こちらはまあ娘なんですがで私がいてで私のリアルにおじいちゃんおばあちゃんですおじいちゃんおばあちゃんの,この体の中に意識がありますともううちの祖父母は亡くなってるんですけどでこの体の中にフォトン飛んでますとこの飛んでるフォトンの,この中に私たちが亡くなるとその意識がゼロポイントに戻るんですがここ原子核があって素粒子があってでここにですねこのフォトン飛んでますと。 でね、祖父母、おじいちゃん、おばあちゃんが、私たちをこう、大切に思うと。大切に思うっていう意識が、この、えっ、ー、と、私たちの体の中を飛び交ってたり、おじいちゃん、おばあちゃんの中を飛び交ってると。で、亡くなった時に、その意識がゼロポイントに解けますと。で、ゼロポイントに解けますが、私たちもゼロポイントから解けたもの、ゼロポイントからの意識が湧き上がってるので、えー、私がおじいちゃんのことを思うと。おばあちゃんのことを思うと。そうすると、 その意識が、私が、そのおじいちゃんの意識とこう周波数が合う、グラデーションの違いで私がその意識と合うので、おじいちゃんがまさにこの私の中にいるっていう、私の体の体内のことの中に、おじいちゃんの周波数と合った周波数を呼び寄せるので、この中にリアルにいるということなんですね。私が、例えばですよ、まあ、祖父の思い出は膝の上でこう、あの、一緒に座らせてもらったとか、そういういい思い出があったとして、その嬉しいっていう周波数でおじいちゃんを思い出すと、 嬉しいでおじいちゃんが私の中で生きてるっていうことなんですね。っていう風に亡くなった方があなたの中で生きてますよっていうのは自分の体内であなたの意識としてリアルにこう生きてますよということです。で、今現在例えばリアルに私が娘のことを思いますと。そうすると、えー私が、私の中に娘が生きてるということなんですね。今現在に生きてますけど、この私の中でその娘が生きてるということです。その意識,その意識と周波数を合わせる。 で、娘は娘でフォトン飛ばしてますと。で私は私で娘に対しての重い犬をフォトン飛ばしてますという形です。で、こういうふうに周波数飛んでて、で、その周波数のフォトンがです、ね、ゼロポイントフィールドからいつも瞬間瞬間現れていて、私たちはこういうゼロポイントフィールドからいつもこう生まれてきてます。で、祖父母も、ね、亡くなった方もこのゼロポイントフィールドに溶けてますと。皆さんの大切なご家族でね、亡くなられた方いらっしゃいましたと。 でその方をあなたが思うことで、あなたがその大切な方の意識を、あなたのフォト体のフォトンの中でこう沸かせていて、その人を思い出してあげると、その周波数があなたの体の中のフォトンの振動数として揺れていくので、あなたの体の中にその大切な方が生きているということですね。お亡くなりになった大切な方を意識したときに、それがフォトンです。 意識はフォトンですで。フォトンが出るイコール、その周波数帯にあなたが入ります。でその周波数帯をあなたの体の中が、ねか、体の中その周波数帯に存在しているということですで。実際にですね、この今現在、大学院の2年生かな、になっている男の子、塾の生徒なんですけども、高校1年の時にですね、お母様を、えー、亡くされましてで、最近、去年かな、 去年、彼に、大学院の時に彼に会ったんですが、言ってくれたんですね。お坊さんが大輔先生と同じことを言っていましたよって。何かっていうと、お母さんは君の中にも弟たちの中にもお父さんの中にもそれぞれの形で生きてるんだよ。いつも生きてるんだよっていうふうに言ってくれたっていうんですね。それが彼がお母さんのことを思った。弟くんがお母さんのことを思った。でお父さんが奥さんのことを思った。 その思った意識で体の体内のフォトンがそれで振動しているのでそれがお母さんの意識と共振しているイコールお母さんの周波数帯ということなんですねだから体の中にそれぞれに生きているそれぞれの形で生きているとまさにそのことですであなたが本当生き生きと生きている周波数とか明るく感謝で日々充実している周波数でその周波数で存在すること で、そこで、えー、亡くなった方もそこで共振し合います。で逆に、こ、あのー、あ素粒子であるフォトンはですね、意識を向けたものの確率が1に偏る、偏るという特徴があるので、あなたがこの大切な方を思った瞬間に、あなたの体の中に確率1でこう存在するということです。なので、この例えばですねな泣き、大切な方がいて、でも泣いちゃいけないみたいな、で我慢してこらえることは、 そのご存在が喜ぶことではなくてですね、えー、感情をたくさん味わっていいと。ご自身の感情をです、ね、しっかりこう味わってあげる。そして、確実に意識するイコール、あなたの体の中にいつもフォトンとしてこう湧いているので、一緒にこうまさにこうリアルに存在しています。魂が抜けました、その抜けた魂というのは、その人の集合のフォトンの総結集なので、そのフォトンは周波数帯として宇宙中全部につながっていて、 で、あなたがそれを意識した瞬間にそこと共振しあって、あなたの体の中もそこと呼び合うので、あなたの中でこう生きてるということなんですね。いつも一緒にいます。で、アインシュタインもですね、一人の人間は我々が宇宙と呼ぶ全体の一部、時間的、空間的に制限されている一つの部分でしかないと。なので、宇宙が本来の全体であって、そこを通して、 繋がり合ってますで、今この時間のこの場所で私の肉体が存在してます。で、今この場所のこの時間にうちの妻がここで存在してます。というふうに、それぞれ時間空間に区切られたもので分かれて見えてるけれども、意識としては宇宙全体ですよということなんですね。で、亡くなられた方の意識も宇宙全体であって、その一部、そのあそこで私たちが意識を合わせてあげると、そことつながれるということです。 ということで、まとめが、あなたの意識はですね、あなたの意識した周波数、ヘルツで、周りとつながり合っています。ですので、このね、大切な方、いつもずっといたかった方がリアルに体がないと、そうすると、本当にこの、おつらいと思うし、一緒にいた人がいないっていうと、本当にこう、つらいことと思います。で、意識の部分では、この、 確実に存在してる思ってあげることで確実に体内にこういるので、その温かさとかですね、えー、いうところをいつも身にまといながらですね、生きていかれればと思います。で、会科の、えー、トレーナーさんとかですね、セミナーを受けられた方の中でもですね、やっぱり、 旦那さんがですね、亡くなった旦那さんがこう語りかけてくださるっていう方もいらっしゃるんですね。それは意識が合うっていうことで、いろいろとメッセージをくださるというようなこともありますので、えー、そういった形でですね、いつもこう身にまとっているような感覚があるかと思います。えー、ぜひですね、そのところをですね、えー、響き合わせながら、全体とつながりながらやっていきたいと思います。ということで、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。